にしない外国人と見ていくハイキュー22話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをよろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。レッツゴー。お、これは交代、2番と9番が交代。さあ出てきました。影山、どんな顔してるんだい。怒り山、笑顔からの嫌な笑顔だな。本当に悪そうやな。本当にそれ、そうはいかないぞ。いや無理があるだろ。いや多分だよね、多分。いやいやいや、今のいいね。いや、これすごい。いやいや、ちょうど菅さんがもう笑顔だったりとか、いい雰囲気でチームをまとめてくれました。わ、すごいな。僕もやろうかな。いや、あかんで。そうはいかないぞ。そりゃそうはいかんわな。例のサインな、作戦変更だ。お、あたす。サインのこと菅原さんに聞いたか。お、セット官に聞いた。よっしゃ、ガンガン行くぜ。いや、こうするんじゃないの。待って、わからん。こうするんじゃないの。手をやったから、あ、じゃあ俺もじゃなくてさ。いや、まあもうええ、俺はもう知らん、こうするのかなって。俺なら多分、こんな感じになると思うんだよね。こうやって。結構緊張したんだからな。そうなんですか。去年のインターハイまでは、当然3年生がいたから、うん、ああ。公式戦はそんなに出てないんだよ。おお。悔しいけど、影山の方が場数多く踏んでんじゃないかな。ほうほう。の割にはだいぶテンパってましたけどね、影山。まあね。その王様早速サーブですけど。王様大丈夫ですかね。さあどうなるか。しっかりと。いやいや、顔、どういうことこれ。どう、なんかでも割り顔はしてないよ。ですね、割り顔はしてない。安心するわ。何がですか。おう、どんな選手でも試合に出る時の誇らしさみたいなのは同じなんだろうなって思ってさ。おお、はあはあ、天才だろうが凡人だろうが。うわー、いいこと言うね。リラックスですよ。おう、いいね。大丈夫。普段と違う顔してるとびっくりしちゃうんだよね。ムスッとした感じだからさ、まあ、表情がないというかさ、なんとかクールすぎるというか。1本で切るよ。お、ちょっとなんかを刺したね、刺したね。そしてどう見てもたけし。どう見てもたけし、ポケモンな。さあ打った、いいね。おお、敵チームの田中さんが吹っ飛ばされた。リベロから取った。すごい、うわ、やっば。いいね。すいません。いいね。次一本。いやー、ほら田中からの田中。うえ、どんな顔で悪いな。ハイタッチだバカ。ウェイ。いや、さっきお前もこれやらんかったやろ。あ、ラッキョウからしてみればびっくりだよね。あの影山だ。ハイタッチ。しかも謎な笑顔。なんか企んでる。おお、やる。さあここで。おお、いいね。来い。どうなる？おお。何も言わない。やば。あの速攻マジ意味わかんねえ。もうなんかやってんのかな。すでに。これでカラスの逆転。すでに何か魔法を。決めるとすっげー褒めてくれるんだぜ。おい、ひなた。おお。よくやった。よく。いや。ひなた、キレッキレだな。上司。影山も水を得た魚って感じだな。まあ。影山。トビウオ。はーい、落ち着いて。トビウオ。こっちが崩れてる必要はないよ。影山を崩すな。クールなキャラなんだから。おい、その顔とポーズ、腹立つやめろ。なんかみんないいキャラしてんな、本当に。影山がどんどん崩れていくのが俺たまらんわ。さあ、おお、さすが。平常のリズムを取り戻したか。うん。いや。それだけじゃない。及川さん安定ですな。相手のブロックばかり気にしていたはずが、ささやかながら仲間の方へも意識が向くようになってきている。おお、でかいね、うん、下がった結果だよ。おお、出た。出し惜しみすんなよ。出たね。取らなきゃどうしようもねえ。これはいい。ガンガン使ってけ。よっしゃ。いや、これはおもろいわ。ちょっと乗ってるよね。俺がいればお前は最強だって言ったけど、うん、お前だって。おー、すげえ。攻撃なら最強なんだ。いや、本当にそう、本当にそう、まさに最強で。うわ、いいね。
ハイタッチ。いや、痛えよ。いや、痛えよ。20点台。本当に、ぎこちねえやつらだな。こっからかな。データ、データ、データ。なんで月島 VS 影山みたいになってんだ。見てるよ。見てるよ、ツッキー。おお。おお。やる。沢村先輩からの。おお。はじかれトスト。あ、もうちょい高く頼む。喜んでるってことは、はい、あれじあー、そういうことね。はい、もう分からん分からん、どっちに入ったか分からんのよ。分からんのよ。本当にたまに混乱すんだよね。10番が後ろに下がって、でもリードリード。前衛に来るとカラスのセンター使う回数が減るよな。いい、ね、単純に飛び用はあのノッポ君が苦手なんじゃない。はあ、はあ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 、昨日の試合も今日もまともにコミュニケーション取ってる感じじゃない。お、多分飛び用はカラスのスパイカーの中で一番あのノッポ君を上手に使えない。まあそうだよね、もろもろあるから。友達になりたくねえな。なんで弱みとか握られそうじゃん。チームメイトの弱み握ってどうすんのさ。確かに、本当に言いたいことは分かるよ。菅原さんってさ、それぞれの表情とか今日の調子とか、これ大変だね。見てるんだと思うよ。やられた側が受け入れないといけないから、はい、いや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 、怖えよ。表情読むとか言われてもムカつく顔ってこと以外分かんねえし。いや、ガンつけてるやんそれ。まずは会話だ、会話。おお。特に月島には真っ向コミュニケーションだぞ。おお。ほうほうほう、はい、いやこれちょっと面白いね。いや、どっちもどっちで不器用だからな。なんか不器用のなんか当たり具合がちょっと面白いな。まあ、ツッキーが不器用かは知らんけど、今のところあの性格悪いことを言ったぐらいだからさ。なんかいずそうな打ち方だな、月島。おお。おお。追いつかれた。くそ、どうか。やばいね。ここで追いつかれたくない。タイム。やっぱ攻撃力不足か。どういった言葉をかける。この場面で10番いないのはきついよな。ほらほら、顔おパパってんぞ。落ち着いていけ、動きはいいぞ。なんかおい、今のそこいつもセットやな。どうでしたか、これは。おうわ、喧嘩売ってる、喧嘩売ってる。なんで田中さん区長なの。なんですかこれ。なんですかこら。黙ってこのトスを打て、庶民と言われてるみたいで腹立つ。また月島は分かった子供だな。いやらそうしてる余裕はないんだよ。そうなんだな。おお、聞くんだ。やり方があるから、トスは一定にしてほしい。おお、コミュニケーション。どういう、多分影山は月島に A クイックを上げるとき、打つコースさえもトスで指示を出している。おお。トスの位置がボール1個セッター側ならクロス、遠ければターンって感じで。影山は当然決まりやすいと思った方に打たそうとして、でも月島はそれが打ちづらいってことなんじゃねえかな。ほうほう。考えてるのは君だけじゃない。相手の守備の形、自分が今日よく決まってる攻撃、はい、みんな何かしら考えてる。確かに、ごもとも。日向ですら一応何か考えてる。日向ですら、そこを使えるようになったんでしょ。日向ですら、殺してたけど。ですらってなんだ。ですよね。殺してってなんだ。はい、まあまあ、はい、わかった。ずいぶん素直だね今日。おお、大丈夫。お、大丈夫。どっちがいいかやってみないとわかんねえし。でもツッキーもなんか素直だな、そこ。ずいぶん素直だな、大丈夫。本来ならバチってんじゃん。真っ向から向かってくる相手に慣れてなくて逃げられないんだよな。あー、そんな感じする。逃げられない。まあ確かになんか向かってんだよね、今の発言って。こっちにもやり方があるから、トスは一定にしてほしい。おお、不器用なのかこの男。結局2人とも不器用なのか。うわ、これはエグいわ。今のエグいわ。すげえ。これはエグいね。直前まで強打かと思った。月島は相手を出し抜いた時にキキするな。素晴らしい、素晴らしい。あれは結構乗ってる顔。乗ってる顔なの。さすが、さすが、ずっと一緒にいるな。わからんわ、ポーカーフェイスかい。おお。さあどうなる。間に合っていく、さすがのリベロ。リベロなのか田中なのか。11番。でもやる。通常ブロック高いし、やっぱ真っ向勝負避けてんじゃない。おお。フェイントならある程度逃げられるもんな。11番、やっぱブロックから逃げてんじゃねえかな。おお、やるね。まあ今てっきりあのこっちの方にあの弾かれたと思ったんだけどね。わかんのよね、もう位置が。おお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 、あと2点、あと2点。おお、決まるか。よし、今度これ決まればリードだが、さあ拾っていくからのセンター。さあブロック。
うわっ、うおー、ナイス。今度はこっちの田中やる。ここ決めたい、決めたい、本当に。どうなる、どうなる、ここで影山はでかいぞ。セッターどこへ、しっかりと行く。出すぎるな。あ、あー、おー、やーべなんだよこの反応、なんだよ。警戒しすぎてヤンキー組受けんな。ヤンキー組合いそうだな、なんかツッキーと。ナス、ナイス、ナス、ナス。そこは噛むなよ影山。おお、影山が月島を褒めた。いや、いいじゃん、みんな成長してんじゃん、こんな戦いで。影山もいいじゃん、確実に変わってきてる。いや、本当に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 。お前褒めるのどんだけ下手なんだ。下手っすね。出てるセットポイントだ。マジか。いや、いいチームだな。あのいじりがまたねでかいんだよ、本当に砕いていくんだよな。おお、おお、食らいつく正常。大丈夫、簡単にはいけないね。いつも通りの1点を取りさえすればこのセットは取れる。うまいこと言う。いつも通りの1点、とにかく1点なんだよな。そんな気張らず、気張らず。おーっと、目がやばい、目がやばい、目がやばいよ。これは仕掛けてくるね。やっば、なんかすげえ手に汗握るような流れなんだけど、これすごいよな。てかツッキーと影山が意外とねいい化学反応を起こしてるよね。バチバチスイッチ入ってんのかなと思ったけど、まあ入ってんだけど。おめでとう。おめでとう。ああ、ここに最後の大会。珍しく裏のない笑顔だな。俺の笑顔いつもまっすぐ純粋だよ。まっすぐ純粋って響きがすでに不純だ。嬉しいに決まってんじゃん、初めてもらったんだし。声が若々しいな。及川徹は基本的にヘラヘラしている男だ。はい。でもそいつが笑わない時期があった。へえ。人より体格に優れていた。センスに恵まれていた。天才。特に中学に上がってからの上達ぶりは群を抜いていた、うん、ほうほうほう。それでも超えられない壁は常にあった。おお。街道牛若を迎えて県内最強と言われるようになった白鳥沢。白鳥沢学園中等部。おお。コメント欄で彼好きってなんか来てたな。なんで勝てないんだ。あ、強そうやね。対戦すれば負けた。1セットすら取れなかった。ボロ負け。もっと上へ、もっと高い舞台へ。へえ。阻まれ続けて中学3年。本当の天才ってやつか。秋山賞出身、影山飛雄です。おお。バレーは小2からです。よろしくお願いします。ここでもまたなんか食らうのか。天才が現れた。そのセンスは圧倒的に輝いていた。何よりボールに触れていることが嬉しくて仕方ない様子と、はい、それに伴ってのボールの扱いの慣れ方が他とは段違いだった。はいはいはい。いろんなポジションをやらせるが、あ、顔が、僕はセッター。こわばってるね。ええ、うお、ゆくゆくはセッター。それまで以上に練習に打ち込むようになった。はあ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 。オーバーワークだぞ。昨日も監督に注意されたろうが。へえ、そんな流れが。おお。怪我したら元も子もねえんだボケ。いや、いいやつやな、いいやつやな。ひたすら焦っている様子だった。その焦りは練習試合で今までにありえない回数のコンビミスとなって現れた。はあはあ。そしては形は違うけど影山同様の葛藤があるわけだな。はい。おお。OK です。うーわ、うーわ、これきついな。ナイスカモン。いやー、ナイスター。これはつらいな。めっちゃ頑張ってきたのに空回ってんだよな。まあ、オーバーワークしかりだけど、うわ、またね、またね。で、笑顔はどこよ。及川さん、そういうことなんだよね。サブ教えてください。あれ、そう、うわ、純粋に言ったのにさ、どうなる。来るな、これはこっちに。な、投げた。あれ、殴ろうとしたの。落ち着け、このボケ。わお。影山、悪いけど今日は終わりだ。はい。いや、めちゃくちゃ追い込まれてるやん、精神的に。今日の交代はおめえの頭を冷やすためだろうがよ。ちょっとは余裕持て。今の影山と同じだな、この試合で。戻されて菅さんが変わって。白鳥沢に勝てないのに余裕なんかあるわけない。俺は勝って全国に行きたいんだ。勝つために俺はもっと。俺が俺がってうるせえ。おおおお。てめえ
こんなことあったの。つもりか。ボタンじゃねえぞボケ。自分も痛いんだよなこれ。俺の出来がイコールチームの出来だなんて思い上がってるなら、ぶん殴るぞ。いやいや、まあ続きだけどな。牛若に勝てるやつなんかうちにはいねえよ。けど、バレーはコートに6人だべや。おお、いいこと言うね。相手が天才1年だろうが、牛若だろうが、6人で強い方が強いんだろうが、ボケが。まさにボケが。いやでもいいね、いい兄ちゃんだよ。強い方が強い。すまん、強く頭突きしすぎたか。まあ殴ってないからね。なんか、なんだろうなこれ、がぜん無敵な気分。おお。いや、国はちゃん、悪口ボケしか言えないの。何からも鼻血出してやろうか。いやでもすごいね、こんな時があったんだね。マイパン。おお。なんというか、及川は吹っ切れたように見えますね。逆にこうなったんだね。及川さん、サーブトスのコツを。いやだね、ベーケ、ベーケ。そういうことか。一年に絡むんじゃねえ。そういうことか。それでなんか変に思われてるわけか。最後の大会、大王様。白鳥沢中東部、初めて1セットを取った。おお。結果は白鳥沢に次いで2位。及川はベストセッター賞を獲得した。すごいじゃん。この賞はうちのスパイカーが一番力を発揮してたって証拠だ。それでも牛若はさらにその上かよ。くそ、ここいったら強いんだね今度こそ。うわ、白鳥沢へこましてやる。当然だ、うんうん、そしてトビオちゃん。いやこれすごい、なんかね、お前がこの先どう進むのか知らないけど、 いつか戦う時はぶっ潰してやるから覚悟してなよ。決め台詞は鼻噛んでから言え。ティッシュ使いますか。優しいな。俺なんかさ、まあ今はもう全然理解できるんだけど、当時今でも理解できないとかびっくりしたのが、まあ当たり前で本当に同じような状況、確か学校でまあ何百人いるじゃないですか。で、全てのテストの合計で順位が決められると。でも、まあ、僕なんてもうドベの方なんで、正直そんな順位なんてもう全くもって気にしてなかった、もう別世界ぐらいの感覚だったんですけど、まあずっと1位とかにいるような人がいたんですよ。まあ大体上位組って決まってるじゃないですか。で、そのうちの1人がなんかある日2位か3位とかで泣いてたんですよね。で、俺と他にもなんかみんな結構なんか驚いてたというか、なんで泣いてんのっていうことで知ったら、なんか2位とか3位だったっていうので、いや2位とか3位なんて取ったら親に何買ってもらえるか分かったもんじゃねえよみたいなさ感じだったわけなんだけど、違うんだよね。もう、あ、まあこれはいい意味で住む世界が違うんだよね。その努力をしまくってやっとそこに行って、その上で1位に、まあ例えばで言うのであれば命をかけてるわけだよね。で2位だった、3位だった。じゃあそれが紙一重の一点なのか何なのか分からないよ。分からないけど、どんな結果であれ努力をして努力をして、それが1個ずれただけでもう本当に、泣くよね。今のがまさにそうだよね。まあこれが多分もう全然そこの場所に立てなかったような人たちであれば、いやそこに行けたならね十分でしょうって思うかもしれないけども、違うんだよね感覚が。今は本当にすっげえ理解できる。なんか今そういったようなことを思い出しましたね。はい、まあそんなような話。いいことだね、努力をしてる人はかっこいいよ。ここでそら泣くわ。及川君のサーブ。お前がへこましたい相手その2が目の前だ。おお、その2、はい、白鳥沢と、そしていいぞ。おお、分かってるよ。おお、わーわーわー、しかもこっちのボールからスタート。さあだいぶキワキワ、ここで動いていく最強の守護神。いいね。けど直接正常側に帰っちまう。わお、チャンスボールになるか。それはサーブミスったらセット落とすのに、なんつーサーブだ。おお、すげえこいつ。チャンスボール、チャンス。そしてレシーブは綺麗にセッターに返った。決定率が高いのはセンターからの速攻。おお、おだろう、多分俺だったらそうする。でも追い込まれたこの場面、及川さんは、おう、岩泉さんにあげる。おお、どうなるこれ。ブロック、ブロック、おお、ブロック決まった、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 完全ブロック。これは俺が見ても分かる、ブロックです。ペッ、マジか、すごいわ。セット取り返した、やばくない。何やってんだ、殴るぞ。すぐ殴るっていうのやめなよ、岩ちゃん。で、続きするんでしょ。自信しろ。おめえにしか言わねえし、殴んねえよ。ああ、殴ってなかった、前回も。今のは、センターからの速攻がベターな攻撃だった。おお。あ？でもおそらくトビオは今、俺がレフトに上げると読んでいた。この意味は、クールだね。今までみたいに機械的に考えるだけじゃなく、中盤こっちの劣勢っていう状況。おお。岩ちゃんと俺の超絶信頼関係。
あってたまるかそんなものを。あるんだよ。そういう総合的な判断をしてきたってこと。あの爽やか君はトビオに何を教えた。ただの独裁の王様がまともな王様になろうとしている。おお、いいね。すごいむしゃくしゃしてんのにこの感じ。うわ、かっこよ。でも彼好きやわ。うわ、かっこいい。早くやろう。うわ、めっちゃいい敵。ちょっと待って、何このかっこよさ。マジか。ちょっと待って、かっこよすぎなんだけど。いや俺ね、あの及川さんは別に嫌いじゃなかったけど、まあまあ好きでもないというか、まあ普通さ、あの普通にね、あの大王様とかって言われてるけど、いや言うほど悪いやつかみたいなさ、まあまあまあ先導だよねみたいな感じなんだけど、なんかちょっと浮いてるような感じというかね、あの女の子大好きみたいな、俺も大好きなんだけどみたいなさ話で、でもあのそうじゃないんだよね。あのただ単にクールで、はい終了じゃなくて、あ熱いんだよねこの男。いやマジで俺ちょっとね、今回のでめちゃくちゃ好きになりましたね。はい、ということで続いて23話引き続き楽しんでいきたいなと思いますね。皆さんよろしくお願いします。グッドボタン、チャンネル登録ボタン、そして通知ボタンもお願いいたします。また次回お会いしましょう。 See you next time!